住人さんたちは明けましておめでとうの挨拶はしてくれないのかい？さっちゃん。さっちゃんに過度な期待が。ほい、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ってことで、すごい、めっちゃお正月仕様なんやけど、音楽ね。クリスマスの時にも思ったけど、やっぱ違うんやね、変わるんやね、こういうの。私お正月仕様初めて聞いた。多分いつも年末年始さ、買い物じゃねえわ旅行に行って撮影をしてない件なんやと思うけど。ほのかちゃん早速怒ってるんですけど。わかめちゃんと喧嘩か。あれ、あずささんも怒っとる。なんてことだよ。ちょ、いい感じのスタートからにしよう。シエヤさんで。あゆなのそっくりさんと遊びたいです。遊びましょう、遊びましょう。このマンションの中に入ったら音楽は元に戻るんやね。クリスマスの時も同じく。トントン相撲、フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すカードをひょん外に出すと勝ちです。はい、スタート。はっきょい。残った。今年は平和な感じで行きたかったんやけど、あれやね、年始早々喧嘩っていう。どんだけだよ。二組はとりあえずおるってことやろ、喧嘩。お宝、しゃもじをもらいました。ありがとう。新しい住人があまり増えないような、気のせいでしょうか。最近若干ちょっとね、増えてないけど、またこれからどんどん増えていくから大丈夫よ。はい、それじゃあクロワッサンどうぞ。めっちゃ早い、食べるの。すごく美味しかったようです。お、よかったよかった。あれなんかな、ニュースとかも、お正月系やったりするんかな。そこは関係ない？わからんけど。はい、それじゃあほのかちゃん、じゃ仲直りしてもらおう。しっかりと。あずささんか、わかめちゃんか、わからんけれど。あ、わかめちゃんの方や。まあまあまあ、落ち着いて。じゃあ、このイライラも沈めてください。ふんふん。ってことは、はい、クレープ。きっとクレープを食べたら女の子ならご機嫌になるはず。じゃあクレープが嫌いなら女子じゃないと。私は、待って、マジで美味しくなかった。何のクレープ食べたの。もうそこは無難にチョコバナナとかで行こう。それは無難なんですか。私はそれで十分。はい、そしてわかめちゃんかな、相手。私珍しく怒ってます。はい、相手は誰ですか。ほのかちゃんでしょ。わかめちゃんや。何があった。じゃあこのイライラも沈めてください。あ、わかめちゃんはビーフシチューがあるけん、それでいけるね。この年末にやっとここが和食でここが洋食っていう風に分かれてるっていうことを確認できたけん。今回でトモコレ実況547回目です。いや、絵見たらわかるんやけどさ、今まであんまり意識的に思ってなかった。ちゃんとそうやって分類されとんやね。さあ、これでワカメちゃんはもうご機嫌なはずやけん、大好きなビーフシチューも食べられて。ちなみに私は普通のシチュー派やけど、白いシチュー。うまーい。何が原因で喧嘩したかは知らんけど、これでちゃんと仲直りしよう。超大好物だったようです。自分が落ち着きました。うんうんうん、仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。ってことは、あずささんは誰と喧嘩してるんだ。また別の人ってことね。一軒家かな、それとも普通に出かけとるとか。さあ、仲直りできるか。この間はごめんなさい、許しません。え、なぜ年始早々そんな気まずくなるようなことをするの。うまくいきませんでした。ちなみに喧嘩の原因は何なの。何が原因でそんな怒ってるの、ほのかちゃんは。仲
仲直りできませんでした。さあ原因を聞かせてごらん。もっといいものあげるから、これはちょうだいよ。何それ、ナポリタン。何にもいらないから、これもちょうだいよ。めっちゃ伸びるやん皿。めっちゃ伸びる。ちぎれないよお皿は。そっちが話せばいいでしょ。ゴム製、なんかなんていうん、レプリカ、レプリカ、レプリカっていうんかな、食品サンプルみたいな感じ、わからんけど。ってことで、あずささんか。さあ誰と喧嘩をしてるんだい。一軒家の住人かい。相手は台湾さん。ってことはまあ多分一軒家の方やね。仲直りしてくださいな。あずささんもまだいろいろと出てないけん、ココナッツ。正月と一番遠い食べ物と言っても過言じゃないですね。どうだ、まあまあか。しかも結構満腹になってしまった。お、レベルアップ。はい、携帯電話でもどうぞ。道具、携帯電話をプレゼントしました。ちょ待って、台湾さんとこ行く。一軒家ね、一軒家。この雰囲気めっちゃ好き。このいつもと違う感じの雰囲気めっちゃ好き。いいよね。クリスマスも同じか。あれか、台湾さんの家。二列目にあるやつ。じゃない、ほら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 。ってことで台湾さんを呼び出しします。ミカちゃん遊びに来とる。私、珍しく怒ってます。台湾さんはもう全然珍しくないよ。ほら、あ、ちょっと待って。ああ、何も出てないんか。ということで、三色団子。はい、どうぞ。いただきます。どうよ。まあまあ。もうちょっと。もうちょっと何かしら。柿。はい、どうぞ。さあ、これでどうだ。お、結構美味しかった。よかったよかった。自分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。なんか小さい頃柿とかめっちゃ食べよったけど、最近全然食べんな。そんな食べたいって思わん。思わん。なんなんやろうね。なんか微妙な感じよね。柿って。まずいわけじゃないけど、みたいな。どう、仲直りできる？こちらこそごめんなさい。おー、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。なんかこう、仲直りできました。マンションの外の音楽がクリスマスだとかお正月だとか変わりよるけど、音楽が変わるだけじゃなくってもっとなんかね、その時限定のイベントみたいなのあったら楽しそうじゃない？おみくじが引けるとか、お参りに行けるとか。そういうのもあったらいいのになぁと思った。私からのお返しです。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。これにこれもあげます。クリスマスの音楽ってテンション上がるけど、お正月の音楽もなんかちょっと、なんていうん？荘厳な感じというか、厳粛な感じというか、なんかね、いいよね。台湾さんの話を聞いてあげてください。何かしらこう違うテンションの上がり方みたいなのあるよね。それぞれ。おお、何何何？ちょっと来てもらえますか？何？出ていく前に言ってよ。あゆみが一人前に成長しました。あゆみちゃん。ライチちゃんにかな。あ、めっちゃゆったりした感じや。マンションに一人暮らしさせようと思います。とりあえず旅立ち保留で。はい、あれやな、今年旅行は行ってないけど、人混みには毎回っていうかめっちゃ行きよるけん、また持ち歩いて旅人を旅立たせておこうか。じゃないとね、もうなんかいつまで子供たち溜まっていくねんっていう。
はい、コティさん入ります。遊びましょう遊びましょう遊びましょう。共通点クイズ、二人の身の共通点が合っているかどうか当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。共通点クイズ第1問。第1問、定点と胎盤は同じ血液型である。わからん、どっちも A 型。答えはどうや。いいえでした。全然違った。どっちも A 型じゃないし。O 型と AB 型、ね、マジか。また遊んでください。ぜひぜひ。お宝、トイレットペーパーをもらいました。ありがとう。あれ、面白いこと思いついたのに忘れちゃいましたよ。自分で面白いとか言わん方がいいよ。それで、あ、面白いこと思い出したってなってもなんか言いづらいやん。はい、それじゃあみんなに募金を募ります。なんかここをさ、お正月やったらちょっとお賽銭箱みたいな感じにしたりとか。募金という名のお賽銭。それは詐欺ですね。ちゃんと初詣は行ってきたよ。今日は 26,540 円集まりました。ありがとう。まああれやね、今回は2年前にはできんかったけど初詣はちゃんとした。この時間帯は、あ、久々の夜市や。やったね。やったね。ほら、やっぱりお正月やし、福袋、買います。お正月、年始といえば福袋。やっぱ楽しみやん。一つ目の中身は、服、カーデ、サルエルパンツが入っていました。私は、コスメ系とか、そういう、ね。あと服とかも、まあ楽しいよね。二つ目の中身は、あと詰め放題とかも。食べ物、青汁が入っていました。三つ目の中身は、青汁とかめっちゃぶちまけられてそうなか。紅茶まで食べ物、紅茶が入っていました。もう服びしゅびしゅやん。また来てね。やば。せめてパックとかにしよう、パックとか。はい、それじゃあ、ミーニュース見てこう。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。最初のミーニュースをお伝えします。うんうんうん。本日、あゆら公園で、牛がカラスにさらわれそうになる事件が起こりました。年始早々、物騒。めっちゃ物騒よ。カラスが突然、石に近づくと、よく観察した後、やっぱりいらないや、と帰っていったとのこと。あ、そっか、誘拐未遂やけんね。誘拐されたわけではないよね。カラスは、宝飾品やガラス製品など、キラキラしたものも収集する習性があるので、石が被っていた。サングラスも狙っていたのでは。なるほどね。と語っていました。このミーニュースに出てくる格好は、マスミーに聞きました。あの、ま、さかその時のミーがしてる格好ではないってことよね。別にこのニュースの裏で泣いてる人がいますよ、きっと。泣いてる人、はい、誰だ、本人。誘拐未遂された石井さん、ありがとうございます。ちゃんとニュースのアナウンサーの一番最初の言葉も、明けましておめでとうございますなんやね。そういうとこちゃんとしとる。素晴らしい。住人さんたちは明けましておめでとうの挨拶はしてくれないのかい、さっちゃん。さっちゃん。さっちゃんに過度な期待が。全然してくれねえ。通常運転や。あ、全然平気。人混みとか行きよるけど超平気。元気。お腹は空いてるけども。お腹は空いてるけども。あ、でもこの時期、オードブルとかもいろいろ置いとるけんね。あの、クリスマス時期に引き続き。けん、普通にスーパーとか行っても、美味しいご飯がいっぱい並んでるから、物が見よるだけで楽しい。まあまあ美味しかったようです。夕方ぐらいになったらね、みんな結構こう、お惣菜コーナーとかに、あれやろ、詰めかけるんやろ。はい、遊びましょう。トランプ、ババ抜きです。交代で相手のカードを引いて、ペアが揃ったら勝ちです。今のウィンクは何の合図だい？こっち！やったね。やったね。顔にめっちゃ出るやん。ありがとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ一番小さいので。お宝、ヘチマスポンジをもらいました。昔の人はヘチマスポンジで体洗ったりもしよったみたいな。なんか聞いたことあるけど、ヘチマスポンジって痛くない？血出そうよね。
確実に皮膚傷つけるよね。と、小学生の時にめっちゃ思った。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、まあマンションの外、あとミニースがお正月仕様になっとったし、この時期にふさわしく福袋も買えたし、中身はちょっとやれやったけど、5000円であれはね、ひどい。